おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。と今日昼間にマイクロビットのサイトに行くとですね、トップページが変わってて、どうも新しいマイクロビットがリリースされたみたいです。速報ということでお伝えしたいと思います。と画面共有で、マイクロビットのホームページに行っていただくと、このようにニューとなってますね。で、ここを見てください。C ニューマイクロビットとなっています。まあ、ページは英語なんですけども、まあ、これを日本語翻訳して、見てみたいと思います。と何よりびっくりしたのが、スピーカーとマイクがついているということで、どれぐらいのマイクの精度なのかはわからないですけども、まあ、音を感知するセンサーとして使えるみたいです。でそれからまあ音楽は今まで外付けでここで、スピーカーつけなきゃいけなかったのがつくようになったみたいです。で、ここを押すとですね、もっと詳しく見れてですね、まあ、一番の売りはスピーカーとマイクということなんですが、実はもう少しここですね、ただこのマークがタッチセンサーになった。なんか携帯電話のホームボタンみたいな形で使えるようになるというんですかね。でそれから省電力で動くようになったので、私も以前からこの IoT 用の端末としてこのマイクロビット使いたいなと思っていろんなことをやってるんですけども、そういう時にこの電気が節約できるモードがあるというのと、で CPU が速くなったということなので、非常にいいことだなと思います。まあ動画がいくつか上がってますけども、11月から利用可能って書いてありますね。で実際リリースされて日本にどれぐらいのタイミングで入ってくるのかとか、そのあたりはですね、もう少し情報を待たないといけないかもしれませんが、これは非常にすごいことだなと思います。裏面こんな形で、ちょっとデザインも裏面は変わってますね。表面はあまり変化がないようです。で技術仕様ですね。このあたりはまあちょっとよくはコンピューター詳しい方は直接見ていただければと思います。まあ、このあたりですね、どこで入手できますかということで、11月から手に入るということで、日本も各社さんに入ってくるのか、また電波法の関係で日本は少し使えないのかとか、いろいろちょっと状況が変わるかもしれません。まあ、ということで、とにかく新しいマイクロビットが使えるようになりました。何よりもこの音楽が鳴るっていうのがいいと思います。感知したら音が鳴るということなので、非常にこう、なんていうんですかね、こう普段持ち歩いて、いろんなプログラムを作る可能性がすごく大きく広がったんじゃないかなと思います。ぜひ、いいホームページですね、見ていただいて、より詳しく、ご覧いただければと思います。また新たな情報があればリリースしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、このチャンネルではこの小型のマイコン、マイクロビットの説明動画を毎朝6時にアップしています。まあ、今日は初めて速報ということで、明日朝は2本6時に上がることになるかと思いますが、よかったらチャンネル登録してご覧いただければと思います。よろしくお願いします。